クリストフ・ビーラーは、オーストリア・チロル州、ハルイン・チロル出身のノルディック複合選手である。1998年長野オリンピックの、ノルディック複合 15km 個人、4X5km 団体に出場。個人19位、団体4位の結果を残した。2002年ソルトレイクシティオリンピックの、ノルディック複合では、15km 個人、 7.5km スプリント、4x5km 団体の3種目に出場、個人15位、スプリント16位であったが、団体で3位に入り銅メダルを獲得。オリンピック、世界選手権を通じて、初のメダル獲得となる。そして、2006年トリノオリンピックの 4x5km 団体で、優勝、金メダルを獲得した。この大会でも他の種目に出場し、 結果は、個人13位、スプリント23位であった。2010年バンクーバーオリンピックでは、個人2種目に出場、ノーマルヒル25位、ラージヒル10位だった。世界選手権では、2003年の4 x 5キロメートル団体で、金メダル。2005年大会の4 x 5キロメートル団体で、銅メダルを獲得している。ノルディック複合、ワールドカップでは、 総合4人が自己最高位通算5勝。ありがとうございます。